本日はですね、草津温泉に向かっております。ただいま万座温泉にいます。万座温泉の旅館を出て、草津温泉にこれから向かってる最中ですね。本当に良かったです。万座温泉まだね痛いですけど、万座温泉近辺に、2泊3日してもねそんなに観光するところがないんで、草津温泉はね観光できるとこ多いんでね、温泉街もありますしね、こちらに向かいます。ちなみにですね、本日、先ほど出た旅館ですね、無料ですね。楽天ポイントで全部無料でした。皆様楽天ポイント貯めてますか？では草津温泉に向かいます。近くの池ですね。昨日は曇ってたんであまり見えなかったですけど、かなり透き通ってますね。これ見えますか？これ美味しそう。こちらも昨日天気が悪くてあまり生えなかった場所ですが、すごくないですか？この風景、万座温泉。本当にね、初めて来たんですよ、こういう温泉街は。いやー、見てこれ、見て、そしてスレーテン、すごいなー。はい、じゃあ草津温泉向かいます。前の方すごいね、もくもく湯気が。こっからね約50分ぐらい、1時間ぐらいなのかな。のんびり走りますよ。これまた、Google ナビ使ってるかなんなのか、草津から万座温泉行くのがこの道しかないからなのか、なかなかの道行くんですよね。これすれ違いもしづらいし、道もボコボコだし、なんかすごい雰囲気なんですよね。はい、もう草津にそろそろ着きますね。あ、これメロディーライン、始まります。強いとこ一度は、はい、とりあえず駐車場に車を止めたのでここから少し歩きます。はい、まずは西の河原公園を通って、その後温泉街かな、通って湯畑まで行こうかなと思います。まだ3時間以上時間に余裕があるのでゆっくりできますね。確かこの道ってもうあれっすよね、西の河原温泉男湯丸見えだった気がするんだよな、この道。こっからちょっとカメラ構えてると危なそうなんでやめますけど、もう着きましたね。で、やっぱり丸見えでした。これが温泉なんですけど、すっごい丸見えだったんですけど、今高知で目隠しが作られてるみたいですね。これはあった方がいいですね。ほんと丸見えだった。いつも来る方と逆側から来てるので変な感じしますけど、やっぱりここすごいね。もう結構来てるけど毎回来ちゃいますよ。流れてるのね、触りたくなりますよね。帰りたい、今すぐ。
の真緑触りますね。なんか暑そうなんだよね。あ、暑い。これやけどで、あ、いやこれ無理だ。これ温泉卵の温泉卵行き。あ、ちょっと曇ってきたかな。暑い。これが入り口ですね。では、温泉街に歩きまーす。では湯畑の方面へ。まあ温泉街でおそらくあれですね、いろいろ見ますけどね。この通りですね、あの奥の方に行くとですね、名物の饅頭屋があるんですよね。絶対に声かけられる。そこカメラ流しっぱなしで下向けますけどね、行きたいと思います。だからカメラ揺れ、画面酔い注意ですね。お兄ちゃんたちは食べた？あ、大丈夫です、あります。なんかあれですね、いつもより優しい感じがしましたね。もっとグイグイ来るイメージだったんですけど、この飲み屋街っていうんですかね、いつか行ってみたいと思ってるんですよ。一杯飲んでからの飲み歩きしてみたいんですけどね、なかなか踏み出せない。はい、これが公共の無料風呂ですね。なんか入れるかな。人いたらちょっと取れないですよ、さすがに。入れるか。いませんね。いませんね、まだ。これでいたらビビる。いや、いない。おー、すごい。見て、これ。二人ぐらい入れる感じですね。これ無料。あ、早く入りたい。はい、綿毛着きました。少し見ますかね、少しね。相変わらず混んでますよ、湯畑前は。はい、今あの焼き鳥を頼んだらなんと10分と言われまして、その間にドロップウォークのお土産を買います。はい、あまりにも有名な景色ですね。毎年ここの写真撮ってる気がしますね。いやー、いいね。ちょっとあれかな、そろそろ戻った方がいいかな。焼き鳥やばそうだな。はい、じゃあ焼き鳥いただきます。焼き鳥うますぎた。クリスマスツリーがありますね。逆光だ。前に来た時はこちらのお土産屋さん工事してて入れなかったんですけどね、終わって中入ってみたらすごく綺麗になってますね。はい、では湯畑からまた車の方へ戻ります。結構遠くまで来ちゃったから、その後チェックインかな。少し買い物して楽しかった。今午後1時ぐらいなんですけどね、急に静かになりましたね。やはり午前中ぐらいがピークなのかな。無料駐車場に停めたのはいいけど、帰りきついわこれ。遠いな、ずっと登りだしね。息切れしてるわ。
やっとここまで戻ってきましたよ。サイの河原越しましたよ。で、おそらくまた動画結構長いですよね。万座温泉から今草津の観光 でこの後買い物してチェックインするので、一旦ここでまた区切ろうかな。うん、区切ってまた後半戦は、ホテル旅館に入ってから、まあ、居酒屋に行く流れから次の日っていう感じにいたしましょうかね。ではまた後半戦でお会いしましょう。概要欄から、後半戦、ご覧いただけたら嬉しいです。そしてよかったら高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。では一旦失礼します。バイバーイ。はい、最後に温泉の